For beginners, Tales of Cristoria in 5 minutes. Number 3, Forming Parties with Elemental Properties. テイクレ初級者講座。イエイ。はい。こちらのコーナーでは初級者向けに強くなるために意識するといいポイントをご紹介していただこうと思います。はい、助かります。それはぜひ教えてください。要素が多くてちょっと僕もなかなかわからないところがあるのでちょっといろいろ学ばせていただきたいと思います。はい、それではまずはポイントその1、はい、有利な属性のキャラでパーティーを組むべし。うん、はい、こちら高さん紹介していただいていいですか。はい、ぜひ紹介させてください。はい、まずは属性のお話ですが、はい、やっぱり初心者の方はまず属性を意識していただけるのが一番重要かなと思います。はい、例えば火、地、風、水については相手に対して一方的に有利不利な関係になってますので、うん、有利属性を意識するとダメージ量が大きくアップします。うん、さらに光と闇はお互いに有利属性同士なので、うん、少し、諸刃の剣となっている属性の関係になっています。うん、敵をなかなか突破できないなという時にはぜひ他の属性でも、編成するというところを試していただけたらと思います。さらにですね、今回こちらのスライドにて実際に有利属性で攻撃した時と有利でも不利でもない攻撃した時のダメージ数をこんな感じで比較して表示させていただきました。見ていただけたら分かると思うんですが、有利属性で攻撃した場合そうでない場合と比べてこう総ダメージ数が正直 1.5 倍ぐらいになっているという。こんな違うんですね。はい、相当違ってきますのでここはぜひ最初に意識していただきたい点かなと思います。はい、すごいですね。属性大事なんですね。そうなんです。はい、ただ結構こう属性全部揃えるっていうのもなかなか難しかったりこう育成も大変だったりしますけど、うん、そうですね。はい、手元にもし良い有利属性のキャラがいないようであれば、はい、ぜひサポートキャラクターを活用していただけたらと思います。うん、そのためにもフレンド申請をたくさんして、フレンドを増やしておけると良いかなと思います。フレンドいろいろお助けでいろいろできたりするんですよね。そうですね。はい、やっぱり育成が間に合ってないところだったりとか、うんうんうん、持ってない属性があるなっていう場合でもフレンドの力を借りれば結構乗り切れることも多いですので、うん、ぜひそこも頼ってみていただけたらと思います。はい、Don't forget to check out our other video Tales of Cristoria in 5 minutes. You can keep up with the latest in-game info via our official social media and the official website. Tales of Cristoria also has a manga guide to help you learn the basics and get to know the world.